はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。目つぶし目つぶし目つぶしかかってこいや、どっか行けバカ野郎。はい、というわけでさ、今回もフォールガイズの動画を撮るわけですけども、なるとね、今日も担当今日も大事お前、それでお前新規の人が来てどっか行けバカ野郎ってやばいだろう。それはでも岩下判断だ。チャンネル見たことねえよ。言わないでよ、岩下判断だ。そうだね、いやいやもう最高だよ、俺に任せてる。はい、というわけで、まあ今回フォールガイズなんですけども、はいはいはい、ちょっともう前回はもうちょっともう放送事故だったので、あれはびっくりしたじゃないですか、視聴者の人もこんな短い動画あるっていう、はい、でもちょっとさすがにお蔵入りするのもあれだし、あそこからもう一戦見せるのもあれだということで、あの場面で切ったんですけど、はい、やっぱちゃんと見たい、僕らはもう一回やりたいってことですよね、うん、そう僕らからしてもね、うん、まあでもそれを見たが言うっていうのはちょっと違う。確かに俺らがお願いするものではないかもしれないな、うん、このままでいいのかエリック・ニコラスって話ですよ、うん、ニコラスさん。いや、まあ、フォールガイズ、前下手はどうでもいいけど、ちょっと動画撮りたいよね。なんだなんだなんだ。筋肉に逃げるなよ。どういうこと？しかもまだ途上なのよ、筋肉も。ついてる感あるな、これ。まあまあ、ちょっとここはもうプライドかけていってほしいわ。またやりましょうということですね。やりましょう、やりましょう。はいはいはい。本当に。ちょっと頭下げて、ニコラさん。頭。こういうので頭下げて。まあ、これでね。全然下げないよね。まあでもから始まる。これで勝てばいいから。これで勝ったら下げる必要ないですね。確かに、うん、でもこれで負けたらもう5回分ぐらい下げないとダメよ。下げてよ、うん、下げないでリベンジしてんだから今ニコラスさん。だからバイプッシュしてんだね。うん、負け分を、そうそうそう、倍にしようとしてるわけね。敵のバイプッシュしてんだから、うん、俺も別にリスクマッチじゃないからって手抜きませんからね。いや、全然、もちろん。マジで。ここで本気で来てくんないとね。本気で来てくんないと、こっちも面白くねえから。じゃあ、なんで、あそこ、どうやって落ちたの？いや、でも、小池、もう今、何も言えない、俺らは。バイプッシュ中だから。もう今、始まってますから。彼はバイプッシュ中だから、今。はい、そう、まあ、言うだけ言っとけよ、今のうちに。結果が出るまでは言えないから。うん。なんでニコラスさんちょっと上なの俺は今。いや、それは一応もともとどうだったから。だいぶ下だよ、今。フォールガイズは。いや、俺別に。グルファイ、グルファイ。グルファイだよ。え、グルファイ。これ新しいステージでしょ？変わってる、変わってる。ね、変わってますね。え、はい。なんかプロペラの向きが変わってたりするよ。そう。細かい違いだね。まあでも、このステージは結構完成されてたから。ここ面白いですよね、毎回。ここ面白い。ここはね、この右の青いプロペラありましたっけ、前から。これまあまあまあ、多分あったと思うし。どっちでもいいな、あれは。あってもなくてもいいやつ。いいよいいよ。小池さんが普通にうまいんだよ。小池ね、なんかね、あのなんか、マリオとかで見せてたあの感じがない。おお、いいね。運もいいね。で、ああ、いいよ。おお、綺麗だね。綺麗。綺麗な動きしてるね。フレームは綺麗なんだね。このまま、アイディアいいんじゃないですか。全然。これ逆になってる？あ、なってるね。逆だね。あ、確かに。ここも逆になってるね。中央ね。本当だ。逆になったとしてもじゃないですか。別にそんな変わんない。まあ行く方向が違うかな。右こう時計回りだったら右から行った方がいいね。あ、いいね。小池いい判断。いいキャンセル。今のいい判断。すごく。さあ、まあ僕らちょっと今小池画面をね、共有してもらってるので、基本的に小池の方になっちゃってるけど、まあでもそんなこと言ってないで、ニコラスって多分ね、ほぼクリアしてる。あの野郎掴んできやがった。あれ、もうそういう時期になるよ。そういうことだろ。確かに、そういう戦いだ。ちょっと押さないで。コケコケしてるわ。あれ、めっちゃ戻ってる。大丈夫か。大丈夫それ。あいつし。いや、俺は大丈夫っす。あ、いてる。こいつはクリア。ちょっと、ニコラスさんの方に合わせて、ちょっと。お母さん画面見せて。ああまずい。あ、今のかな。あ。おい。そうだろ。俺は一切危なげなかったですよね。まあ、なんならこいつちょっと余裕持って、こう、一回戻ってね、見に行ったりとか。ニコラスさんを邪魔しようかなと思ったんですけど、
そんな必要もなかった、本当に。早く謝れよ、はい、お前。よかった、その後ろの黒いテーブルの上で土下座してもらっていいですか。高土下座、高土下座みたいな。高土下座ってもらっていいですか、映るように。ニコラスさん、一回戦落ちたらもう出すかって方が。もうクソーだって。いや、違う、悔しがることじゃない。悔しがるレベルにも立ててない。悔しがっちゃいけないんですよ。ニコラスさん、バイプッシュで負けましたよ。確かに。まあでも一応、これもう許されたことじゃないですよ。許されたことじゃないですよ。まあまあ、でバイバイプッシュあるんだけどね、一応そのいいよ、もうニコラス勝たせるよ、そしたらね。動画終わんねえからこれ。いいよ勝たせるわ次。一応バイバイプッシュしたら、まあそうですね、チャラにはなるけど。チャラになるの？いや、勝ったらね。あ、勝ったらね。バイバイプッシュだもんね。で負けたら、まあちょっと親にも謝ってもらう形になるかな。親か奥さんに謝ってもらう、ね。確かにね、うん、どっちかになっちゃいますよ。ニコラさん、さっき調子よかったのにな。あの岩下が優勝した回は2回連続1回戦敗退はもう本物よ。本物よ。これやっぱ払拭しないと。おいお前、顎に手を置きながら本物だねえじゃねえぞ。お前勝負しろよ、じゃん。あっ。やばい。まずい。もう一人、ね。お前勝負しろよ、お前。まずい。あと俺、あんまり手を置いてないけど。いや、違う、西沢だよ。西沢そうだよ。西沢かい。本物だねえじゃないぞ、お前。PS の切ってたよ、俺もう。やります入れる、ここでじゃあ。やるか、俺とタイマン。タイマンかい。はい。じゃあ、西沢に。やりますか、西沢ニコラスさんタイマン。というわけで、はい、なんと、ニコラスさんから指名。うん。まあやっぱそれはでもね、ニコラスさんの激励に触れたよ。まあまあ、そうですね。うん。あ、西さんが。もうこうやってやって、ああ、あれ本物だねっていうのを聞いて、ニコラスさんが。っていうことは、じゃあ、お前は絶対俺に勝てるんだなっていう。いや、いいのよ。別にいいんだけど、対戦するのは。はい。何かしらのリスクは背負ってよ、そっちは。いや、まあ、ニコラさん、今までやっぱ、1本目の動画から1回も謝ってないですか。まあ、一番やっぱ、うまい。まあ、うん、裏切りマンキーコングの2人に、やっぱ挑んでる。一番下の俺が挑んでるってことは、それなりのやっぱ、対価を払わないといけない。そうですね、普通はやっぱね、普通そうっすよ。土下座じゃあ済まないってことは、じゃあ、うん、じゃあもうフォールガイズのアンインストールかけるわ。いやしたいんだな、この人。この人したいんだろうな、ね、リスクになってないんだよな。赤消し、赤消し、最初から。いや、変わんねえで、大して変わんねえで。いや、最初から見てる。1時間半で戻せる、多分。ニコラさん、これはさすがに勝ってんね、じゃあ。あ、しかもこれ、あー、何ですか、あれ。何だ、あれ。ダッシュハンマーっすよ、ダッシュハンマー、あれ。ダッシュハンマー。何だそれ。だから、自分があれに殴られて、ポーンって前に飛ぶわ。ジャックハンマーみたいな。確かに。ジャックハンマーみたいな。まあまあ、でも、まあちょっとこれは、ニコラスさん2回連続やられてるけど、本当1回戦は落ちるとこじゃないから。うん、本当にね。ああ、いいね。やっぱ安定してるわ、西さんの画面。うん。まあ、早い。ここはもう。ああ、で、そこ左行くね。ああ、俺もいい判断だと思うわ。サイゼン、ね、うまっ。いいね。なるほどね。うんうんうん。ああ、もう。あれはできてこそよ。俺、この人に勝てるビジョン見えねえんだけど、風紀さんとか。明らかに削ってってるもんね、その、いろんな無駄なもの。おーっと。うまりかばり。ああ、そこで慌てずにね。ね。回ってくね、いいね。これちょっとやってみようか。あ、お願いします。なんかね、ダイブしながら行くといいらしいよ、これ。へぇ、うぅー、一発で決める。いや、いい攻略だ、そういうことか。いいね。飛ぶのか。はいはい、まあ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 。まずは1ターン目をね。ニコラさん、またやばいんじゃないの、これ、さっき何回も。ダイブで入ればいいらしいんで。ふん、お、行った。あ、行った。うん。クリアしてる。クリアしてるぞ。え、ニコラさん、1回クリアしたろ。うん、うわ、すごい。俺変わるぞ、今回。クリアできたんだ。行くからな。すごい。すぐ行くからな、お前のとこに。クリアできるんだね、ニコラスさんって1回戦。クリアできんだね、1回戦。知らなかったよ。知らなかった。すごいじゃん。うわぁ、アンヨが上手だ。アンヨが上手だ。
え、富士さん、俺はもう勝ってるから何言ってもいいんですよ。あ、確かに直接対決勝ったくない。俺はもう2回も勝ってるからね。岩下あんまり言うとお前ごたごたで巻き込まれるぞ。配信撮影会での配信も撮影もしない中で怠慢だから。誰のことになる。その後終わってディスコで喋るんでしょ、2時間。そう。恋してるから。キッチンだよな。それが遊ぼうって言われるよ、ニコラさんが。あー、スライムクライムだ。これニコラさん。これはテクニック出ますよ。ちなみにここの変更もね、ちょっと。え、あるんですか。あるんだ。私は見てないですよ、まだ。最後の方がね、なんか変わってるのかな。変わってない。今のところ変化は見られないけど、これは変わってないパターンかもね。坂急になってません、あのなんかいや、ペースが変わってる可能性はある。あ、障害物終わった後のほら、坂が出てたくさん来るとかね。あー、いやー、こんなんだった気がするけどな。ここはシンプルになんか難しくて、そうだね、最初から面白いっすよね、ここ。うん、運とかなくて、これね、これ一回しかもちゃんとふるいにかけられるから、うん、はいはいはい、この後の戦いが楽なんだよ、すごい。あ、なんかそんな変わってる感じはしない ね、 ね、変わってる感じはないよね。あ、ボールのあれ早かったね、今ボールのテンポ早かったね、今。ほー、なるほど、飛んでくる。あー、でも行ってる。あー、ナイスですね。うまい、うまい。ここも変わってない。ほん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 、変わらずですよ、ね、今のところは。あ、落ちちゃった。あら、あ、そこか。さあ、ニコラスさんがリードするチャンス。あ、3回ぐらいこれ落ちても大丈夫かな。そうね、ニッツさんのスピードで行くとっすよね。うん、元々俺たちはもうワンミスよな。ワンミスで、うん、え、あれ、なんか焦ってるな。滑らない足場丸いですからね。丸みがあるから。あ、いるいるいる。あ、いけた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 。あ、ギリギリだ。いけてるいけてる。あ、でもいけて、あ、いけそうだね。でもこれ時間ないですもんね。ここいけたらでかいな。うん、スライムクライム勝つのね。ほぼ時間制限、無制限みたいなとこある、これ。スライムクライムクリアできるのはね、すごく大きいよ。ここでだいたいそのふるいにかけられるから。うん、そうですね。まずあぶな。あ、やられてた。何言ってんの、あの人。やっぱね、人の邪魔しようとするとね、でも深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いてますよ。そうですね、覗いてますよ、マジで。行くからな、お前に。めんどくせえ、落ちろよ、どっかで。いいよ、めんどくせえわ、マジで。どんどん触れ上がってるな。今日一の、今日一の安定性見してるよ。触れ上がってるな。なんでちょっと上手くなってんだよ。一番肩温めてんだから、プレイ。一番やってんだ。今日一番やってるんだ。19人。うん、19人か。気づかなかったようだな、西澤。うん、俺が小池に負けたのは、わざとお前のそのセリフを言わせるためだ。お前が調子に乗ったとこに、ニガさん、それカッコつけすぎ。食いつくためだ。見てる人も周りの俺らも、誰も信じてないです。あと1回戦落ちた時の自分の顔見てみ。あと自分の声。それは、あ、でお願いします。先生、これだけ。はっって言ってましたよ、ニコさん。見切られる。すごいじゃねえんだよ。ヒヤヒヤロードもね、意外と後半ね、ちょっと見せると終わりました。ここはね、全然ね、どっちも落ちるあれからね。うん、これちなみにどっちも落ちたら、実は引き分けになっちゃうからね。引き分け。うん。なるほど。引き分け、だから同列になるから。同列。うん。おのずと小池が上になる。ちょっと待って、リスクマッチすぎるでしょ、これ。リスクマッチがすごいのよ、マジで。なんかこれルール改定必要よ。ニコルスは最終的に爆発ぐらいしないと。あ、いた。国をなんか。あああ、え、ニコルスさんは？いえ。おい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 おめんどくせえわ、マジで。おー、めんどくせえ。ちょっとフォールガイズの番組出てくっか。くせえ、ありますからね、またありますからね、いやー、まさか負けると。普通にちょっと面白いわ。接続エラー、接続エラー、接続エラーだわ。いや、おい、なんで最後やらしてくんねんかい。あ、ニコラさんあれでしょ。でもニコラさんあれでしょ。いや、俺も落ちた。あ、落ちたんかい。ああ、もったいない。だからもう、だからもう運営も見てたのよ、多分もう。あ、なるほどね。西澤落ちたか。ここで終了。ここで終了。ニコラス、西澤
ここで終了。ああ、そういうことよ。全部のリスク西さんが受け負ったな。じゃあちょっと西さん謝ってもらおうかな。いやもうそれ、それはおかしいでしょ。それはおかしくない。それはおかしくない。それはおかしいよ。それはおかしいよ。謝ってないんだから。まあまあまあね。そうだね。それはルール的にはおかしいけど。うん、じゃあ今待って、一応確認していいですか。はいはいはい、順番教えてもらっていいですか。あフォールガイズの、まあまあ一応俺はそうね、優勝回数とかで言ったら、そうで一応その西澤と俺がコラボとかした時に一応俺が優勝したりとかしてたから、あの他の人とコラボしたね。はいはいはい、まあ、じゃあ一応ごめんなんかあれだけど俺が一番今うまいってことにして、なるほどね、はいはい、なんてね、優勝回数が僕小池さんとニコラスさんより上なんで、うん、でなんならこの前動画上で、ね、動画上で優勝したから、うん、はいはい、でもう小池はニコラスさんケチョンケチョンにもう怠慢で勝ったからね、うん、2回も勝ってからじゃ小池、ありがとうございます。で怠慢でニコラス対西澤で勝った方がニコラスさんだからニコラスさん、うん、で西澤でいう形になりますね。はい、うん、はい、なんか、ね、問題ある方いらっしゃいますか。じゃあ問題あるよって人、じゃあ一応今挙手していただいて。ないです。はい、前回一致ございます。前回一致です。そういう目で見てください、はい、皆さんもね。これもし西澤一番辛いのはね、これでニコラスさんが二度とフォールガイズやらなかったらもう覆らないんだよ。もう逃げは。よ逃げ。ニコラスさんが二度とフォールガイズやらない可能性あるから。うん、それだけ気をつけて。ツイッターに書くから西澤より上手いフォールガイズ。何のうぜえ、何のあれにもなんないけど、それ。ご注目ください。